中国のインターネット上に、このほど、日本で絶対にやってはいけない銃のことが紹介された。一着物や浴衣は、左身ごろが外側。絶対に逆にしてはいけない。左身ごろが内側に来るのは、死んだ人の着方である。二男性は、スーツを着るとき、ワイシャツの下に肌着を着る。特に汗をかく夏場は、肌着を着ていないと汗で張り付いたり、 肌の色が透けて見えたりして非常にみっともない。3飲食店に食べ物を持ち込まない。持ち込むことはその飲食店の食べ物を軽視するマナー違反である。穏やかに注意してくれるところばかりではないかもしれない。4エスカレーターでは立ち位置に注意。よく言われるのは関東は左側関西は右側に立ちそれぞれ片側を上り下りする人のために開けること。 もし間違えると何をされるかわからない。ご食事のマナー日本ではみんなで食べる大皿の料理でも別の箸で自分の皿に取り分けてから食べる。日本人と食事をする際は決して自分の箸を突っ込んではいけない。その場にいる日本人はドン引きする。6電車やエレベーターの中では大声電話は現金。日本の電車は 満員でも非常に静か。エレベーターも同じ。この習慣を理解していない外国人が、電車内で大声で話すと、周囲の日本人から白い目で見られる。7ゴミの分別。ゴミの分別をしないのは、おそらく、手元のゴミが果たして燃えるのか、燃えないのかわからない、またはプラスチックを捨てられるゴミ箱が見つからないという理由かもしれない。だが、 多くの場合はただ面倒くさがっているだけなのだ8優先席に座っているにもかかわらず席を譲らない疲れていて優先席が空いているなら座っても構わないが座席を必要としている人が乗ってきたら必ず譲るようにしよう旧財布を拾ったのに警察に届けない日本の法律でも規定されているもし届けなかったら1年以下の懲役が科されることも あちこちに監視カメラがあることを思い出し邪念は捨てたほうがよい。銃ビザの範囲外の仕事をする。日本の法律は外国人の就労を非常に厳しく制限している。留学ビザでは時間やできる仕事の内容も決められている。観光ビザでは働くこと自体が禁止されている。日本旅行中に違法に稼ごうなどとくれぐれも思わぬように。